ちゃんとあったかいんですけど、ダウンほどね、重たすぎないアウターが欲しいって思ってる方、今日はね、そんな方におすすめの、本当にこう僕がこの時期からよく着るアイテムを紹介しようかなと思います。オクテットチャンネル。というわけで、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムです。今日は、アウターをご紹介しようかなと思うんですけれども、今日はね、まあ一つやっぱりテーマがございまして、今日のテーマはね、やっぱりダウンだったりとかコートでもいいんですけど、重衣料って言われるね、重ためのアウターですね。ここまでを求めてない方がぜひね、ちょっと今日の動画見てもらえたらいいかなと思います。具体的には単純にもうダウンだったりとか、やっぱりそういうコートはもう持ってますだったり、ダウンだと着膨れする感じがやっぱり得意じゃない、苦手、もうちょっと幅が効いて手軽にね着れる、そんなアイテムでもちゃんとあったかいものとか、そういったものを探している方はぜひね、ちょっと今日の僕のおすすめするアイテムを見てほしいなと思います。もうズバリでね、ちょっと答えを言ってしまおうかなと思うんですけど、そういった方にすごくおすすめしたいアイテムっていうのが、ハイブリッドダウンって言われるものですね。ハイブリッドダウンってね、今僕が着てるアイテムになるんですけど、これね、本当に今ぐらいの時期から僕すごいよく着るんですよ。もう理由はすごく単純で、まあ、さっき言ったことなんですよね。まずはね、超着やすいってところです。着やすいっていうのは、まあ着心地もそうだし、すごく手軽に着れるっていうところですね。あとは幅が結構広いっていうところですね。まあそれはこの着回し方でところになるんですけど、まあちょっとそれは後々ね、紹介しようかなと思います。そしてそのハイブリッドダウンっていうアイテムは、まあ皆さんね、もう結構何年も僕らも言ってるし、何年も前からものとしては結構存在するので、もうご存知だと思うんですけれども、一応おさらいとして言っておくと、ダウンに対して例えば今回で言えば袖だったりとか、まあ後ろ身頃だったりとか、まあそういった場所にはダウンを使わないで、例えばコットンのトレナジだったり、今回みたいなウールのニットだったり、まあはたまたもうちょっとこうハイテク系の素材だったりっていう風に、まあ何かしら別のものが組み合わさってる、まあ、いわゆるこうちょっと異素材なね、組み合わせコンビになってるダウンのことを、まあハイブリッドっていう風に言います。これがね、僕は本当に皆さんにおすすめしたいなと思うんですよね。そういったアイテムを探してる方はぜひね、このハイブリッド一着あるといいかなと思います。でハイブリッドダウンっていうだけあって、まあちゃんとダウンなんですけど、このハイブリッドのメリット、まず一つがダウンなのでね、ちゃんとあったかいんですけど、今もう着てるのね、見て分かりの通り割とスマートじゃないですか。このダウンって言われるとやっぱちょっとこう膨らむ感じ、まあ、大小あれどもやっぱ多少は絶対になるっていうアイテムだと思うんですけど、これ別になんかシルエットも含めてそんなに普通のブルゾンと変わらないじゃないですか。まあダウン自体はもちろん入ってるんですけど、充填量結構少ないんですよ。あんまりこう膨らまないですよね。プラス前の身頃しかないので、ダウンの充填量少ないし、まあその分あったかいんですけど、シルエットが結構綺麗っていうところですね。もう一つは、今回はこれ実はヘルノのアイテムを着てるんですけど、この袖、それから後ろのね身頃も実はこんな感じで、ニットになっております。なのでね、非常にね着心地が楽です。例えば袖付きのダウンね、想像してほしいんですけど、今みたいにこんな風に袖まくりすることはまずできないじゃないですか。絶対無理じゃないですか。なんでやっぱ暑い時は暑いかもしれないですよね。後ろもやっぱりこうダウンが入ってるっていうのは、もちろんそれがあったかいんですけど、例えば僕の場合ね、着たまま車に乗るだったりとか、座ったまま何かするとか、まあそういった時にも非常にこれがやっぱり楽なんですよね。かさばることもないし、伸びてくれるしってところで非常に楽で、結果的に着やすいんですよ。いろんなこう気を使わなくていいっていうのが大きいですね。なんでこういちいちなんか脱いで置いて、そこに出たらまた着てとか、まあそんないうもんなんですけど、アウターっていうのは。ただそれをしなくても叶うっていうのが、このねハイブリッドダウンの一番のね魅力じゃないかなと思ってます。それから3つ目、これはこのシルエットってとこにもかなり寄ってくるんですけど、まあ、見て分かる通りやっぱりこうフルでダウンが入ってるアイテムじゃないので、まあそこもあってまずシルエット綺麗じゃないですか。結構薄手の、まあアウターっていうよりかはブルゾンの感覚でこれ着てほしいんですよ。なので今ぐらいの時期はこれ1枚で着てもらって、おいおいね寒くなったらもう1枚上に何かアウターを着るっていうね、そういう着回し方もこれできます。結構ねそれで十分あったかいんですよ。ダウンって肌に近い部分に接していればそれだけでかなりあったかいので、その上からガバッとしたねコートとか羽織るだけでもう冬全然いけちゃうぐらいかなりあったかいので、まあその辺も含めてかなりね使い勝手はいいのかなと思います。ということで今回のねハイブリッドダウンを早速ご紹介したいと思うんですけど、まあ今僕が着てるアイテムになります。
これねヘルノのハイブリッドダウンなんですけど、去年もすごく人気だったアイテムを本当に全く同じもので今回も、ね、入れさせてもらってます。ただちょっと色が変わってまして、去年も大人気だったこのダークネイティ、それからこんな感じでダークブラウンの2色をご用意してますので、この2つを今から着ながらお見せしようかなと思います。ということでね、今僕が着てるこんな感じで今ネイビーを着てるんですけど、これ本当に僕の休みの日、この時期からの休日は多いスタイルですね。オールネイビーでまとめておりますが、こんな感じで、まあ僕ねさっき の話では言ってなかったんですけど、もう一個ねおすすめしたいのは、僕もそうなんですけどジムに行くだったりとか、割とこうアクティブだったりちょっとスポーティーな装いが好きな人にもぜひ取り入れてほしいアイテムかなと思います。今履いてるパンツは私物なんですけど、まあ何年か前にあった HIP のスウェットのパンツを履いてます。まあ、ナイロンですごく伸びる素材なんですよね。それに対してこれ本当はセットアップなんですけど、まあ、上だけ変えてこんな感じでネイビーのハイブリッドダウンを着るっていう感じですね。僕がねこのハイブリッドをこういう時によく多用する、まあ、気に入ってるポイントとしてはこのシルエットですね。パンツが結構タイトでちょっと緩めっていうのが割と今の流れなのかなとは思うんですけど、スポーティーな時とかはアイラインっぽい感じも僕はやっぱ好きなんですよ。これねピタッとなるんですけど、でも着心地はやっぱりニットなんですごく楽っていうところで、それがすごく気に入ってるポイントですね。まあちょっとスポーティーな感じでね、丈も割と短めでシュッとした感じになるので、その辺の収まりもいいかなと思います。まあいい色のバランスですよね。下だけちょっと白っぽいスウェットだったりとか、そういったものを履くこともありますし、まあ、もちろん普通のカジュアルな使い方もするんですけど、まあ一番多いのはやっぱこういうスタイルかなと思います。このヘルノのねアイテムなんですけど、まあ見て分かりかも分かりませんが、こんな感じでまずね、ネックはスタンドになってるタイプですね。フードもね結構あるもの多いんですけど、これに関してはないです。フードがなしなんで割とこうスマートに着るかなと思います。今回のアイテムはあのニットがウールニットになってますね。でリブ編みのウールニットなのでチクチクもしないし、薄すぎることもないかなと思います。まあミドルゲージぐらいの、ニットがちょっとこうついてるような感じですね。背中もこう全く一緒です。でこれがねやっぱリブなのもねプラスでやっぱ伸びてくれるんですよ。これまあ何年か着てるやつあるんですけど、あの別に伸びきっちゃうことはないんですが、すごく伸びてくれるので着心地もまあ楽かなと思います。あとやっぱウールだとちょっと上品な感じがねあって、そこもいいですよね。結構この袖と身頃に何使うかでハイブリッドでガラッと雰囲気変わるんですよ。まあ大体この辺は多分基本的にはやっぱあの表の袖は下線が多いと思うんですけど、そこにコットンとかでやっぱちょっとカジュアルだし、またまたちょっとハイテクな袖とかだとよりスポーティーな感じがやっぱり増す。でウールだとやっぱちょっと上品な感じもあるっていうところで、これは何が正解かっていうのは正直ないんですけど、個人的にはまあこういうちょっとねスポーティーな感じですけどウール使ってて少し綺麗な装いもできるっていうようなバランス感はまあヘルノらしいなと思いますし、すごく大人の男性にもいいバランスじゃないかなと思います。ということでね、ダークブラウンです。こんな感じですね。結構渋いです。僕の合わせがだいぶ渋めだっていうのもあるかもしれないね。茶色なんですけどチャコールグレーっぽいような、まあそれに近いぐらい割と濃いめのブラウンにはなるので、まあどうですかね、合わせ的には僕はね本当寒くなったら例えばここの上になんかキャメルのコートとかをね着たりして、まあちょっとこうグラデーションみたいな感じで合わせたりだとか、あとはやっぱりさっきみたいなねスウェット系の合わせもまあ欠かせないですね僕の中では。まあただこう今日みたいにシンプルにコットンパンツとかであの合わせてあげても全然大丈夫です。本当ねここら辺は結構ヘルノさんがやっぱ上手いとこなんですけど、スポーティーすぎるものとかも結構あるんですよこの形のものって。でそうすると合わないまではいかないんですけど、バランスとしてねやっぱりよりふさわしいものがあるなっていう風にちょっと見えちゃうんですけど、ヘルノのハイブリッドに関しては結構その辺が上品に作られてる。やっぱりこのジップも高級感あるし、ダウンの部分もシャイニーな感じっていうよりかはちょっと深いツヤがある感じで、割とやっぱ高級感のある仕様になってます。でまあ言わずもウールニットっていう感じなので、その辺結構上品に着てもらってもいいのかなと思います。なので合わせとしては、まあ、確かに僕みたいにスウェットパンツとかで本当カジュアルに合わせるって方にももちろんおすすめしたいんですけど、まあ、もうちょっとね気軽に普段のデニムだったりとかチノパンとかにもうシンプルに合わせてもらって、まあ、それで乗り切るのもよしだし、その上から寒ければ何かを着るっていう使い方もできると思うので、ダウンっていうものがねドカンとした重量のアウターだけではなくってね、こういう感じで結構気軽に着れるものとかも割と多いので、そういうのをうまく使いながらバ
ランス取ってあげるとやっぱりダウンってなんだかんだ言ってもあったかいですからね、 あった方がいいとは思うんですよ。ただあまりにもこうバサッとするのがあまり好きじゃないっていう方は、まあ、こういうアウターを1個ゲットしてもらうとかなりね便利じゃないかなと思います。ということで今日はねヘルノのハイブリッドダウンを紹介したんですけど、まあ本当にいいと思いますからすごく使いやすいです。気になった方はね、ぜひ見てみてほしいなと思います。概要欄の方に貼っておきます。ということでね、僕たちのチャンネルは、こんな感じでね毎日8時に動画を更新してます。ぜひね、チャンネル登録とそれから高評価、あとはコメントもください。それから通知音もぜひお願いします。はい、ということでムでした。バイバイ。We'll be right back.